私はものすごい情報を手に入れてしまった。鉄ブロックを使ってアイアンゴーレムを召喚することができるんだけど、あの鉄ブロックを金ブロックにすることでゴールデンゴーレムを召喚できるらしい。ということで金ブロックが金が全然ない。はい、ということで今回のフタクラはこれでネザライト作りたい放題というわけじゃないけど、割と簡単に作れるコンパクトなゾンビピグリントラップを作っていきたいと思います。ネザーの腐った豚男ことゾンビピグリン、この子たちは落下ダメージで死んでも金塊をドロップします。ということでゾンビピグリンを放置でたくさん倒すことができるコンパクトなトラップをちょっとした豆知識を交えながらサクサクっと作っていきます。ちなみにフタクラ2022の目標は全進捗解除、施設100個建設、モブ博物館の作成、この3つの目標を今年中に全て達成していきます。はてさて今回はどんなトラップができたのか乞うご期待。あ、動画が面白かったら評価コメントチャンネル登録もよろしくね。はい、ということでね、今回もフタクラ続きやっていきたいと思います。今回はね金が全然ないということで、そろそろ金関係のトラップ関係のやつを作っていこうかなと思うのでね、ネザーに行ってゾンビピグリントラップをね作っていこうかなと思います。ピグリントラップではなくね、ゾンビピグリントラップの方を作っています。まず準備するものがございます。何かというと、ゾンビピグリンのねトラップを作る使うもの、マグマブロックを使うことでね、脇をゾンビピグリンだけにね抑えることができるみたいな、そういう感じのものがあるので、脇層であるねマグマブロックを大量に集めていきます。ということでマグマブロックどこにあるかというとね、マグマの近くにこうやってねマグマブロックが大量にあります。そしてね壊すのめちゃくちゃ簡単に壊せるんで、ちょっと1個壊してみようか。なんで豚いるの。マグマブロックもね効率強化5のねツルハシがあれば一瞬でこうやってね壊すことができます。なんでここでサクサクっとこういう感じで集めました。はい、ということでね、どれぐらい作業したかな、多分1時間ぐらい、30分40分1時間ぐらいの作業でね集まりました。でんでん、はい、こんな感じで2サックじゃないな、2シュルカーボックス分プラスアルファ、なんかね今から作ろうと思ってる、あの海外の方のね動画を参考にさせてもらってるんだけども、4000個だか5000個だかねマグマブロックが必要なんだよね。だからねシュルカーボックス1個じゃ足りんかったのでね、2個分プラスアルファ集めました。え、そしてどうやって帰ろうかな。なんかどっちあっち、よっと、うますぎて天才。あー、そしてここにちょうど通路があるので、こっからかバー、こっから帰かかこっから帰ってと。はーい、帰ってきました。そしてついでにね下準備もやっておきました。マグマブロック、マムガマブロックで、マグマブロックプラスアルファ、これどうしようかな、こういう風にちょっと移動しとこうか。マグマブロック以外のものも入ってますよっていうのが分かるように、はしごをねこの一番前に置いといて、こんだけあれば多分今回のトラップね作りきれると思います。それプラスガラスが今回大量に必要なのでね、ガラスもたくさんね作っておきました。取引プラスアルファですね。ということでこれを使ってね、マグマブロックトラップゾンビピグリントラップをね作っていこうかなと思います。ピグリントラップじゃなくて、なんでゾンビピグリントラップを作るんだっていう話なんだけども、ゾンビピグリントラップの方がどうもね経験値トラップを作るときに効率がいいっぽいんだよね。ちょっとあんまよくわかんなかったけども、なんかゾンビピグリンを任せた方が効率がいいみたいな感じのことがね書いてあったような気がします。でどこに作るかなんだけど、今回ねネザーの天空に作るトラップなんだけども、ある程度ね低いところに作るので、作る場所がね決まっています。どこかというと、もうすでにね私見つけておきました。こっちかな。はい、ここ、こういう風にねマグマでいっぱいある場所、ここを使います。なんだかというとね、今回天井に作るには作るんだけども、天井の中でも低いところに作るから湧き潰しをある程度しないといけません。地面がたくさんあると湧き潰しがしづらいということで、こういう風にねマグマがたくさんあるところで湧き潰しをそんなにしなくてもいいというところにね作っていくっていう感じです。まあ、なんだけど今回ね湧き潰しまでしちゃうのちょっと大変そうなんで、湧き潰しをしないでどれぐらい効率のいいものができるか的な感じのことをね、まあ、実験がてら、やってみようかな。あ、こっちも結構いいのがある。こっちの方が、あ、で今回ね赤い森ではなく普通のねネザーで作るので、赤い森じゃない理由はなんか経験値トラップを作るときに多分効率がそっちの方がいいんだと思うんだけども、違うかもしれないんで、ちょっと詳しい方いたらぜひ教えてくださいそしたらね、あとさっきのね見つけたところ、あそこの天井まで移動します。
はい、ということでマイナス300の300、さっき見たところの上までやってきました。で今ね F3 押した状態なんだけども、バイオームネザーワステスってなってることを確認してください。ここがね普通の通常のネザーのバイオームの一番あるネザーのバイオームで、そこにね今回トラップを作っていきます。見てちょっとデイ1001ってなってるいつの間にか二クラのねここでも1000日経ったみたいですね。そしたらねここで建材ブロックをちょっと準備して、上の方に47m移行するので、まあそれプラス上の方にガラスを置いていくので、ちょっとしたアイテムをゲットして、でマイナス300の300のところ、私はねここ47ブロック上まで上がります。はい、47ブロック上がってきました。そしたらね48ブロック目はガラスを設置して、ここにね 3×5 の、まあ、拠点的なものを作っていきます。今のは置き間違いです。好きな方向5マスにこういう風に伸ばしちゃってください。はい、出来上がった。そしたらここで処理をしていく感じでやっていくんだけども、まあちょっと説明が難しいのでサクサク作っていきましょう。こっち側3マス進んで、こっち側も3マス進んで、こういう感じで枠を作っちゃいます。まあこういう感じで2マスずつこうやって上げちゃって、こういう感じで上げちゃって、でここをねホッパー置きましょう。ここで処理をするのでホッパーで回収をしたいということで、あれだ、チェスト先か、まあ、チェストやらホッパーやらを置いていきますチェストを置いてホッパーを上にこういう感じで設置します。今回ね参考動画を参考にはしてるんだけども、参考動画と全く同じには作ってなくて、ちょっと不安なところも若干あるけどね、まあ、その辺気にしないでください。あ、ここもだ。ここもホッパーをこっち向きにこうやって置いてください。よいしょ。ここの上にはね、ここの上にはねあれを置くんでここの砥石を置いていくのでね、よいしょ、砥石を用意しましょう。そしたらねポコンとこういう感じでポコンと置きます。同じようにちょっとこの辺周りこうやって囲っていって、上にねこうやってポコンポコンポコンと砥石とガラス、砥石とガラス的な感じで置いていきます。ここに落ちてきた子を処理するから、ここら辺からかな、1マス開けた状態で蓋をする感じでガラスを置いていって、こっちを向いた状態で砥石砥石砥石で上までこうやって上がっちゃって、で3マスずつこうやって上がっていって、砥石ねこっち向きで置くとね横向きになっちゃうので、しっかりね砥石の正面側から置くようにしましょう。トントントンと置いて、砥石砥石砥石的な感じで上まで上がっていきます。どこまで上がっていくかというと、 F3 を押して自分の位置が198になるまであと14m ですね。 14m 上まで上がっていきましょう。ちょっと待って、あそこにシルカーボックスが残されている。シルクタッチですか。シルクタッチです。シルカーボックスはねしっかり上の方まで持っていくの大事です。はい、ということで198の高さまで上がってきました。そしたらここの周りにねマグマブロックを設置して脇層を作っていきます。マグマブロックにする理由はゾンビピグリンだけ沸かせるようにするだった気がしますってことで、これをここから1234と置いて、タン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 と置いて、こういう感じで、あ、違います、ここ間違えました、ごめんなさい。これをこうやって外して5マス、1,2,3,4,5 マスのものをこういう感じで置いていきます。真ん中 3×3 が開くようにして、はい、この形ですね。この形になるのが正解です。そしてマグマブロックって上のとかってダメージ受けるんだけども受けなかったけど、ダメージをこうやって受けるんだけども、これね足にね氷渡りをつけるだとか、あと今回はね太鼓のポーションを飲むことでねダメージ受けなくなります。これがあった方がね楽なのでね、太鼓のポーションがあった方がいいでしょう。そしたらねマグマブロックをね処理層として伸ばしていくんだけども、どういう風に伸ばしていくか。まずねガラスがある方向を4マス伸ばします。 1,2,3,4 マス、全部で5マスなるように4マス伸ばします。そしたらここからねこういう感じでカブトムシみたいな、クワガタみたいな感じでこういう形にします。そしてこれ両方ともね後で伸ばしていくんだけども、ここ伸ばしたくぼんだこのねこういう風になったところ、ここから2マス伸ばして、全部3マスのようにね2マス伸ばして内側行って、またもや2マス伸ばして、これ全部3マスなるように感じでね、でまた内側行って同じように2マス伸ばして、でここから直角に2マス曲がって、今度は外側に行って
って1マス伸ばす、これ1マスです、ここだけね。でもう一度外側に行って2マス伸ばします。これで真ん中にちょうど来るはずですね。ここから2,3,4,5,6,7,8 マスになってれば成功です。同じように反対側もやっていきましょう。ここから2マス伸ばす、内側行って2マス伸ばす、内側行って2マス伸ばして直角に曲がる、外側に行って1マス伸ばす、で外側に行って2マス伸ばす、ちょうど真ん中になって2,3,4,5,6,7,8 大丈夫そうですね。同じように反対側もやっていきます。はい、ということでこういう感じのものが出来上がりました。この形の脇層です。なんでこの形にしてるかはね、また後ほど細かく詳しく、細かくといっても、まあ、2,3 ことで終わるんだけどね、まあお話しするとして、この中身すべて埋めていって脇層になるようにしていきましょう。はい、ということで1層目が出来上がりました。そしたらこのままだとね、まあ当然ゾンビピグに湧いたとしても何も起こりません。ここで必要なアイテム、ちょっと前にねトラップを作って、トラップというか産卵所を作って集めたアイテムがございますね。そう、こちら、こちら4分の1なのに、亀の卵、ね、そしてトラップドアも使います。これも出しておきましょう。はい、亀の卵を使っていきます。亀の卵はね、ゾンビピグリンやらゾンビやらがね攻撃を仕掛ける的な、そういう感じの仕様があるので、この卵をね設置していきます。卵どこに設置するかというと、このね一番上まで上がってきた卵じゃなくてガラスの1マス下、ここに設置します。ここにガラスを設置して、ここに卵を置いて、でもう残りのねこの部分は全部ね同じようにこういう風に上げててください。でここでね、さっきゲットしたトラップドア、これを置いていきます。ポンポンポンと、こういう感じで卵のねこの側面に向けて置いて、トラップドアに向けて置いておく。あとはね閉じればじゃなくて開けば、まあどっちもいいのか、こうやってやればこういう感じになって、ここでもねもう卵に向けてねゾンビピグリンたちがこうやってね向かっていきます。で最終的にね、ここは砥石があるから動けません。行ける場所はこのトラップドアのところだけです、ということでここからねゾンビグリンが入っていく、落ちていく的な感じになっています。でこの変な形になっている理由はこれです。卵、これですって言うけども、あの本当にそうかわかんないけども卵がこっち側はね見えません。こっち側見えないんでね、ここ1マスこうやってなってんだと思います。ここだと多分ね見えるんだと思います。まあ、もしくはここからランダムウォークが少し入って5秒以内ランダムウォークするまで、その間にね見える位置に移動するから的な感じかもしれない。でこっち側はね開いてるんで、ちょっと広めに撮ってる的な、そういう感じ。こっちの方が広くなってんだよね、向こうの方が狭くなってる。それは多分このねこっち側ガラスがあって見えないからとかだと思います。はい、まあ違うかもしれない。まあでもこういう風に作るもんだと思ってください。でそういったらね、同じような層を上まで上げていきます。どういう風に作っていくかというと、このね脇層ゾンビピグリンだけ湧いてほしいので2マスにしたい、3マス4マス5マスと増えていくとガストとかも湧いちゃうかもしれない、ということでガラスをここから3マス分こうやって伸ばして、まあ同じようにこっち側もこうやって伸ばして、こうやってねこう伸ばしていきます。でここまで伸ばしたらマグマブロックを下と同じ形で置いていく。さっき3なの2なの4なの言ってたんだけども、これね、効率のいいものを持ってるとこういう感じになっちゃうからね、もしかしたら効率の良くないツルハシ使った方がいいかもしれない。ポコポコポコって壊れちゃうからね、下を見ながらね、こういう風に下を見ながらね置くことができるので、2段目以降はめちゃくちゃ楽になります。超簡単にマグマブロックね、そういえばね、マグマブロックはねシフトを押しながらね歩けばねダメージ食らわないので、もしポーション持ってない方はねシフトを押しながら歩くっていう、結局シフトを押しながら歩くことになるしね、なんでもしかしたらポーションはいらないかもしれない。ということでこういう感じで処理層をたくさん作っていくんだけど、ちょっと待って、まだね言いたいことがあるんだった。ちょっとじゃあサクッと 2,3 層処理層を作ります。はい、ということで2層あれから上げて今3層目までやってきました。でここでねちょっとしたテクニックというか、あの大事なことなんだけども、2層目卵の設置してません。なんでかというとね、ここのね3層目を作った時ね、ここで卵を設置します。ここに卵を置くことで2層目のこの上側のところに卵を置くとこととか置くことで2層目も見えるし、3層目のこの子もね見えるようになります。1層目1個下に作ったと思うんだけど、あれもね
1層目は見える的な感じになっていて、2層目と3層目はこの卵で反応させるみたいな、多分そういう感じになってるんだと思います。なんで卵を置くときは2層につき1個、次またね層作るときに次の層は卵を置く作業をしない、その次の層で卵を置く作業をする的な感じのことをね続けていきます。2層上がって卵を置いて、2層上がって卵を置いてっていう風にやるっていうのだけ覚えとけば OK です。あとはもうこうやってまたね3マスずつこうやって上がってっていう感じで層をねだんだん作っていく。この後ね、ガーンとたくさん作っていきます。ということでカット。はーい、ということで高さ232の脇層のところまでやってきました。本来ねまだまだ上まで作っていく予定だったんだけど、今なんでね止まったかというと、見てこれ結構な頻度でねゾンビピグリンがすでに湧いて落ちていってんだよね。本来この後上まで、まあ、合計19層の脇層を作って下の方へ待機するっていう風にやる予定だったんだけども、その必要ないかなって思い始めましたというのも今高さが234なんだけど、ここからね22メートルぐらい上に上がることができるんだよね。そこで待機すれば全ての層ね、これ今何層だ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 層ぐらい、12層全ての層で湧いてくればそれなりの効率になるんじゃないかなということで、ちょっと今回ね、まあ、時間もあれなんでね作戦変更です。天空で待機するパターンでやりましょう、ね、そうすればマグマのとこ選んどいてあれだけども岩盤の下の方の湧き潰しする必要がないのでね、そういう感じで今から作戦変更していきます。ということでここからねちょっとやることが変わっていきます。何をするかというと天井作りをやっていきます。いつぞやのバージョンからね天空トラップタワーを作った時に屋根がないと湧きが少なくなるみたいな、そういう感じの仕様変更が確かあった気がします。なんでそのための天井作りだと思うんだけど、これちょっとね違ったらごめんなさい。もし詳しい方いたらね、なんでこの作業をするか、あこれシルクタッチじゃないじゃん、なんでこのタッチじゃないなんでこの作業をするかね、詳しい内容わかる方はちょっと教えてほしいんだけどね、今からこのね脇層の1マス空きのところに全てねまずガラスをこうやって設置していきます。私はこの作業は天空トラップタワーの天井屋根的なものを作る作業だと思っているんだけども、違ったら教えてくださいはい、ということで周り1マス空けた状態でこんな感じでガラスを設置しました。そしたらねこのガラスを伸ばしていきます。処理層を作ったと同じようにまずガラス側にね3つガラスが置いてある側に行きます。ここから7マス伸ばします。1,2,3,4,5,6,7 マス、そしたらね両側に9マス伸ばします。1,2,3,4,5,6,7,8,9、この9マスっていうのはねこの脇層の範囲ですね、脇層のところまで9マス伸ばしていきます。5,6,7,8,9、はい、そしたらね1マスずつこうやって斜めにねこうやって進んでいきます。どこまで斜めに進むかというと脇層の範囲までですね、こうやって進んで脇層のところ、ここまで進んだらここから横にこうやっていきます。15マスだったかな、 1,2,3,4,5,6,7,8 マス目が真ん中、9,10,11,12,13,14,15 マス目が脇層の隅っこ、はい、同じような感じで斜めに行って、で脇層のところまで来たらここから今度は19マス伸ばしていきます。2,3,4,5,6,7,8,9、10マス目が真ん中 OK だね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス目で脇層の隅っこ、はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、こういう風に全て囲うことができたら、この中も全てねガラスで埋めていきます。このガラスなんだけどね、色ガラスにした方がもしかしたら分かりやすいかもしれない。今普通の透明のガラス使ってるんだけども、色がついてない透明のガラスだとねどこを置いててどこを置いてないか分かりにくくなってしまうかもしれない。なんでね、まあコップンとかを使えば白の染料を作れるし、真っ白のガラスとかを使ってちょっとね分かりやすくした方がもしかしたら作りやすいかもしれません。そしてね、私今ね育児の身でありまして、実況する時間がないということでね、裏作業をしてところどころのワードを作った上で後から実況するというね、そういう作業をしているので、もしかしたらねさっきとの整合性が取れない部分があるかもしれないけども、まあ、そのあたりはご了承ください普通にサバイバルでね裏作業をしてるんでね。はーい、ということで屋根が完成しました。こん
んな感じです。そしたらね、これもなんでこんなことをしてるかさっぱりわかんないんだけどもうね、空いてる部分にね糸を張り巡らせていきます。これはね想像もつきません。なぜこれをやってるか本当にわかんないのでね、これに関してガチめにねわかる方がいたらぜひ教えてください。これ何やってんの私の予想ではこれにより湧き効率が上がってんじゃないかなと。糸も湧く範囲に入っていて、これで糸とついでにガラスまでね湧きのその対象になってるみたいな。でもガラスは湧きの範囲じゃないから、ガラスで湧きになった部分はこっちの方に入っていきますみたいな、そういう感じのことをしてるのかなーってちょっと今ね思ったけどもね、絶対違うと思うんでね、もし分かる方いたらコメントで教えてください。はい、こんな感じになりました。そしたらね、最後に大気層を作っていきます。大気層をどこに作るんだっていう話なんだけども、ここにねあれがあるのであ、まだ大気層の前にもう一個言うことがあった。今このままだとね、ここにガストが湧いてしまう可能性があります。ガストが湧かないようにしていきましょう。ということで、天井にねガラスを貼っていきます。どこに貼るかというと、まず真ん中に1マスこういう風に貼っていきます。どこまで貼るか、このね脇層のところまで、まあもう気持ちもう1マス奥まで行っても大丈夫です。別にそれはもうお好きなようにやっちゃってください。で、同じように反対側もこういう風に伸ばしていって、これってね気のせいだったかもしれないけどね、真ん中ね3マス開けた方がいいかもしれない。ここは開けとかないとね、一番上の層のゾンビピグリンがね卵に引き寄せられないみたいな、そんな感じのことがあったような気がして、もしかしたらまあ開けなくてもいいかもしれないけどね、気になる方は開けてください。そしたら好きなようにやっていいんだけども、2マス開けてまたもやこういう風に伸ばしていきます。ガストはね2マス置きでこういう風にガラスを設置することで湧かなくなるので、まあ、これでガストの湧き潰しができるということですね。まあ湧き層のその範囲が全てねガラスしっかり埋まっていれば大丈夫です。まああそこガスト取らなくやってんだけど、別にこれ取っても取らなくても大丈夫です。全てガラスで埋めても大丈夫だからね、まあ、好きなようにやっちゃって、あ、痛い痛い痛い、まあ見た目がちょっとこれだと悪いのでね、見た目よくするんだとしたらしっかりとね左右対称になるように綺麗に設置すればいいかと思います。今回ちょっと認め禁止でね、もうスピード命でスピード重視でやっているんでね。はい、ということで全てのところにこうやってガラスを貼り付けることができました。そしたらね、いよいよ大気層に向かっていこうかなと思います。大気層の行き方もう好きなところから上に伸ばしていきましょう。ここから一番上まで伸ばしたところが、そこがもう大気層です。こういう感じで伸ばしていって、ほっほっほっお、で一番上まで行ったらね、ゾンビピグリンがね湧き出すはずなので、これで一番上のところにゾンビピグリンが湧けば OK です。さあどうだ、一番上の層ゾンビピグリンが一番上の層に湧いた。そして卵に吸い寄せられていってますね。はい、これ成功なんだけど、このままだとここにねエイトラで来るときにこの1マスに落ちるのはめちゃくちゃ大変なので、ちょこっと上ね、やべ、置けねえ、ちょこっと上ね伸ばして、まあ5マス ×5 マス、まあないし 7×7 あればもう余裕でね8打で来れると思います。自信のない方は 7×7、 自信のある方は 5×5 でやっていきましょう。はい、これでね、ほら見て、ていう曲が流れてるかもしれないし、流れてないかもしれないこんな感じでね、おお一瞬でいった。亀の甲羅へ向かってゾンビピグリンたちがスササササササーと行くようになっています。下の方の映像を見るとねこんな感じで、上の方でね湧いたゾンビピグリンたちが下の方に行って落下ダメージで死ぬという感じになっています。本来ねこれね一番下にはね何かしらの落下ダメージが食らいすぎないようなものを置いて、そこで殴ったりとかする的な、そういう経験値アップを作ろうかなと思ったんだけど、まあ経験値アップを作るんだったらね、やっぱなんだかんだエンダーマンの経験値アップの方が効率がいいのでね、まあ経験値アップはねエンダーマンとかで作っていこうかなと思います。さあ、そして今どれぐらい経ったかな、2分ぐらい話してたんだけども、2分話した状態でどれぐらいのアイテムが集まったのかちょっと見てこようか。よいしょ、スス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 スササ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 、何匹か生きてる一番下の層これ生きてるな。ダメージこれ、あ、これ1マス下に持ってかんとかんかもしんない。この子たち生きてるね、ちょ待って、はい、よいしょ、どうしようかな、まあ、また後でねこれは直しましょう一番上の ここのねホッパーの分だけダメージが入んなくなってしまって、一番下の層から来てる子たちがダメージこれね入りきらずにね生き残っちゃってます。ということで、お、ちょっと待って、一旦さ、一旦ちょっと直そっかこれちょっとね1マス下げましょう一旦
このままだと多分ね、生き残っちゃう子たちがどんどん集まっていっちゃって、最終的に効率がめちゃくちゃ悪くなっちゃうと思うから、ここ、こうやって伸ばして、ひえー、びっくりしたー一旦ホッパー回収しちゃって、でチェストをこれ回収しちゃって、でホッパーをここからつける、ペンとつけて、こっち側も一旦これ外しちゃって、ホッパーをつけて、ホッパーをつけて、ホッパーをつけて、外しちゃって、ホッパーをつけて、で砥石をここに設置する、でチェストを伸ばす。これで多分大丈夫だと思います。まずチェスト、もう一個どこやった、あれなんで、下に落ちてる、もしかして、あ、あった。はい、チェストを設置して、これで大丈夫かどうかちょっと確認するために一旦上まで行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、 5×5 のところに行けないんだけど、よいしょよいしょ、いけー。さあ、これで少しの間待って、誰も生き残ってなければ成功、誰か生き残ってたらちょっとまた考えないといけないすごい量湧くんだよね、ここに言うとね。こんなちっちゃい湧きそうなのにさ、この量湧くってすごくない？ほんとねえ、考えた人天才だわ。ということで、ちょっといたので、これで下の方で生き残ってなければ OK だ。さあどうだ、あ、これはこの子たちここで湧いてる、多分これ多分生き残りじゃないと思う、これ、うん、違う、大丈夫、多分大丈夫です。ということで、一旦どうしよう、この子たち、アンデッドトックを私持ってないんだよね、一旦ちょっと君ら、よいしょよいしょよいしょ、えいよいしょ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 、えいえいえい、ここが湧いちゃってるんだね、こことあとここが湧いちゃってるから、こうして、でシルカーボックスにも湧いちゃってるはずだから、一旦これも全部回収して、で今ね、ゾンビ肉とかも入ってるんだけど、ゾンビ肉はまあ将来的に、てかまあ次のね動画になる前にちょっと裏作業でね、ここに仕分け作業とかもねしておこうかなと思います。でホッパーで全て回収できるように、イエーイ、ホッパーで全て回収できるようにね、ガラスで囲っておきましょう。殴ることはもうないです。はい、これで OK。 これでまたもや上の方まで上がっていって、しっかりと5マスかける5マスに上がっ立て、この状態で6分間、いや3分間待ちます。はい、ということで、大体3分間待ちました。なんで3分待ったかというとね、3分というのは1時間の20分の1なので、今ゲットできたアイテムを20倍にすればね、それで1時間でのアイテムに換算できるからですね。さあ、そして3分の間、ずーっとベチ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 になって、あ、大丈夫そうですね。みんなしっかりと亡くなっているので大丈夫そう。さあ、そしたらね、はい、落ち終わったので確認していきましょう。ででん、2スタックと、ちょい、ちょっと金、回だけ集めていこうかな、ここに。ちょ、もともとなぜか手持ち2個あったので、これ置いといて。よいしょ。金塊だけ、ここに、こうやって設置していって。さあ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 。ほんの3分の間で、なんと金塊が、64の1、2、3、4、5、6、7、7スタックプラス22個。電卓電卓。64×7 が448プラス22で、ちょうど470個かける、これが20倍。9400個。1時間で9400個の金塊、これを9で割って、1時間に1044個の金インゴットを9で割って、1時間に116個の金ブロックが手に入るようになりましたこれは強いのではないか、すごいね。湧きつぶししてなくて、こんなちっちゃめの処理層でね、湧き層でね、アイテムが手に入るようになったということで素晴らしい。ということで、ちょっと一旦帰りましょう。はーい、拠点まで帰ってきました。そしたらね、今ゲットした金塊を金インゴットにして、金ブロックにして、カボチャを回収して、ハサミを作って、カボチャの頭をくり抜いて、金ブロックをこういう風に設置して、ゴールデンゴーレムを召喚していこうかなと思います。ってできません